ブルックスリッチフィールド・コンラッドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウリョーダ。ニックネームは、ロードック。コンラッドと表記されることもある。13歳の時に、カリフォルニア州のボーイズリーグの代表として、初来日し、大阪や長崎でプレーした経験を持つ。もともと右打ちであったが、 高校に入学する一年ほど前にスイッチヒッターに転校した。モンテビスタ高等学校を経てアリゾナ州立大学へ進学。2001年の MLB ドラフトでヒューストンアストロズから8巡目で指名され入団。トリプル a のラウンドロックエクスプレスなどでプレー。2007年10月29日に FA となる。2007年12月8日にオークランドアスレチックスと契約。 2008年は東京ドームでのメジャーリーグ開幕戦のためアスレチックスの一員として来日し3月22.23日に開催された日米プレシーズンゲーム読売ジャイアンツ対アスレチックス阪神対アスレチックス戦に出場阪神戦では代打で出場し藤川球児と対戦している同年7月21日の大タンパベイレーズ戦で メジャーデビューを果たす。後に、阪神でチームメイトとなるマット・マートンと同じチームでプレーした。メジャー出場は6試合に止まり、オフの10月8日に FA になった。2008年11月18日にアトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結ぶ。2009年7月3日、メジャーに最昇格した、最初の打席でメジャー初本塁打となる大打算乱を放った。 2010年は開幕当初から、代打中心で起用され、5月20日の対、新シシナティレッツ戦では9回裏に、チームが3対9から6対9と追い上げ、なおも一死満塁という場面で代打で出場し、レッツのクローザーフランシスコ・コルデロから、代打逆転満塁サヨナラ本塁打を放った。三点差の場面での代打逆転満塁、サヨナラ本塁打は九百五十年七月八日の、 ジャック・フィリップス以来メジャー史上二人目であった。さらに、同年7月24日の対、フロリダ・マーリンズ戦では、8回表に2対5から5対5と追いつき、なおも1四万塁の場面で、大打満塁本塁打を放った。8月10日の対ヒューストン・アストロズ戦では1対2と、リードをされた9回表に、クローザーのマット・リンドストロムから逆転に乱、8月13日の、 対ロサンゼルスドジャース戦では7回裏に黒田裕樹から本塁打を打ち1対0の勝利に貢献した。この年は103試合に出場、打率250.8本塁打、33打点を記録した。同年のナショナルリーグのディビジョンシリーズでは第1戦から2塁手としてスタメン起用されたが1勝1敗で迎えた第3戦で、 ディビジョンシリーズ大記録となる一試合三失策を記録、そのうち二つがタイムリーエラーとなり二対三で逆転負けする大きな原因となった。第四戦ではスタメンを外されサンフランシスコジャイアンツに一勝三敗で敗退した。2011年も代打中心で起用され5月1日の対セントルイスカージナルス戦では五対五で迎えた九回裏一死1二塁の場面で 代打サヨナラヒット5月25日の対ピッツバーグパイレーツ戦では2対2で迎えた延長11回表 1C1 類の場面で代打決勝にランを放ったオフの12月12日に FA となったレーズ時代2012年1月7日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ5月3日にブルワーズとメジャー契約を結び25試合に出場するも 打率75.2本類が6打点の成績に止まった。6月19日にディーフとなった。2012年6月22日にウェーバーでレーズへ移籍。レーズでは24試合に出場したものの打率172.2本類が9打点の成績に止まり8月7日にディーフとなり8月10日に トリプル A 級ダーラムブルズへ降格した。この年はトリプル A クラスのマイナーにチーム合計で46試合に出場し打率331.14本塁が40打点を記録している。オフの10月10日に FA となった。2012年11月5日に阪神タイガースと契約した。阪神は同年限りで対談したクレイグブラゼルに変わる。 外国人宮手を探していたところ、ゼネラルマネージャーの中村勝弘による推薦で獲得を決定。背番号は42に決まった。阪神が外国人宮手を獲得するのはマッド・マートン以来3年ぶりだった。なお、一部報道では中村がビデオを2分間視聴しただけで獲得を決めたと伝えられたが、中村自身は後に短期間で獲得を決めたのは事実としながらも、 ビデオだけが決め手になったわけではないとしている。2013年の開幕前には、荒井高弘、荒井良太兄弟と一塁手、三塁手のポジションを争うことが見込まれていた。しかし、高弘が前年手術した右肩の回復が遅れていたことに加えて、コンラット自らオープン戦で、チームの第一号本塁打や満塁本塁打を放つなどの結果を残したことから、三塁手として、 開幕スタメンを掴んだ。東京ヤクルトスワローズとの開幕3連戦では2、塁打3本を含む4安打と上場の滑り出しを見せたものの、4月17日の対巨人戦で開幕から58、打席連続無打点を記録するほど打撃が低迷。守備面でも送球や補給のミスを繰り返したことから、本塁打、打点とも例のまま4月22日に登録を抹消された。 セパ交流戦に入った5月19日に一軍へ再登録。登録抹消中に、荒井隆弘が一塁両他が三塁のレギュラーを確保していたため、コンラットは指名打者や代打として起用されたが、7打数で後三振と浮上のきっかけをつかめなかった。さらに球団では、打撃陣の補強を目的に、高山久志を埼玉西部ライオンズからトレードで、 中継投手の補強を目的に、ブレインボイヤーをそれぞれ獲得。自身の打撃不振に以上のチーム事情も、相まって5月30日に鉱山と入れ替わる格好で、再び登録を抹消された。結局、一軍への復帰を果たせないまま、公式戦終盤の9月24日に、今後の公式戦への出場予定がないとの理由で、アメリカへ帰国し、 一軍の公式戦で打点を記録できないまま、退団した。阪神に支配下登録選手として在籍中に一、軍公式戦での本塁打が例だった。外国人野手は、1980年のデーブ・ヒルトンや1997年のリード・シークリストとマイク・グリーンウェル、1998年のデジ・ウィルソン、二千九年のケビン・メンチがいたが、打点も例だったのは、在籍中に、 当主から野手に転校し一軍出場なしで対談したマーク・ブラウンスタインを除けばコンラットが初であった。2014年1月4日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだ。開幕後はトリプル A 級エルパソチワワズで77試合に出場し、7月2日にパドレスとメジャー契約を結んだ。昇格後は13試合に出場したが打率100と結果を残せず、 7月27日に AAA 級へ降格した。8月17日に d e フ f となり、21日に放出されている。2015年は当初独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約したが、4月25日にニューヨークメッツとマイナー契約を結ぶ。オフに自由契約となる。2016年3月10日にシュガーランド、スキーターズと契約するが、 6月23日に解雇となる。2018年シーズンにより、カンザスシテロイヤルズの参加ルーキー、旧ーバーリントンロイヤルズの監督に就任。2019年からはフルスデアルド A 級、レキシントンレジェンズの監督に就任した。2021年からは、この年からロイヤルズ参加となった A-9 コロンビアファイヤーフライズの監督を務める。右打席では、 パワーのある打撃、左打席がシュ話な打撃であると評され、スイングの癖も少ない。現役の選手では珍しく、打撃用の手袋を使用せず、土と松ヤギをつけ、素手でバットを振る。また、左右の打席で、それぞれ形状の違うバットを使い分けており、左打席の方が、右打席よりやや短く、グリップが細い。メジャーリーグでは三塁手としての出場が最多で、 二類種としての出場も多い。一方、マイナーリーグでは内野種のほか外野種や保守として出場したこともある。ありがとうございます。